こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、まあ、年末年始と、いうことで、年末年始の特別企画で、2回にわたって今回動画をお伝えしたいと思います。で、動画の内容なんですけども、第1回目が、ここに書いてあります通り、いつから本気で勉強したらいいのかというところをお伝えします。で、明日2回目ですね。2回目については、じゃあ実際にどのように、勉強したらいいのかというところをお伝えしたいと思います。で、第1回目なんですけども、いつから本気で勉強したらいいのかというところなんですが、実際のところ、まだ本気で勉強を始めている方って少ないんですね。おそらくですね、まあ、受験生って、まあ、20万人、まあ、毎年約20万人ぐらいいるんですけれども、まあ、その中の今から始めている方っていうのはどうでしょうかね、5% ぐらいだと思うんですよね。あんまり多くないんですよ。で、その原因、なんでこの時期からまだ始めないのかっていう、まあ、原因なんですが、ここに2つちょっと列挙しました。で、実はこれ以外にも1つあるんですね。で、それ何かっていうと、ホームページ、ネットの情報なんですけども、まあ、いろんな大手の、通信教育会社だったりとか、予備校だったりとか、学校ですよね。まあ、そういったところの、まあ、情報を見ると、大体標準学習時間っていうのが、まあ、記載されていたりするんですよね。で、そこに、例えば、半年前、標準学習時間っていうのは約6ヶ月ですよとかね、300時間ですよとか、そういった記述がされているんですよ。で、そうすると、そういった情報を鵜呑みにすると、まあ、まだね、試験まで10ヶ月ぐらいあるわけですよ。となってくると、あ、まだ大丈夫なんだって、まあ、安心してですね、まだ勉強を始めないと。まあ、そういう方がいらっしゃるんですね。で、私が思うに、その6ヶ月とか300時間って、どっから来たんだろうって、私はそう疑問に思うんですよね。で、弊社は個別指導っていうサービスをメインに行っていて、まあ、お客さんに対して私が、計画表を立てて、で、お客様がそれを実行していただくと。で、できていればそれで OK なんですけども、もしできていないのであれば、計画表を修正したりだったりとか、勉強時間をどうやって作っていかなきゃいけないのかっていうのを、まあ、相談をしながら、勉強時間を作ると。いうふうなことをやってるんですね。で、その中で、その6ヶ月とか、その300時間とかで本当に合格できるんだろうかと。私自身はすごく疑問なんですよ。計画を作っている立場からすると、それなかなかきついんじゃないのかと。まあ、それなりにね、頭がいい方、情報処理をする能力がある方であれば、6ヶ月とか300時間とかで、まあ、合格できるね、レベルまで持っていくことも可能なんですけども、普通の一般的な方ですよね。であれば、その時間で、しっかりと合格レベルまで持っていくっていうのはなかなか難しいです。もちろんね、運よく合格するっていうのはありですけども、本当に実力をちゃんとつけて、いわゆる合格できる実力をつけるっていうのは、その6ヶ月とか300時間とかではなかなか正直難しいと思うんです。で、その話についてなんで私がそう思うのかっていうところをお伝えしていきたいと思います。で、一つ目なんですけども、多くの、まだ勉強しなくていいって思っている方っていうのは、まあ、今覚えても試験日まで、ずっとね、頭の中に定着させておくことができないんじゃないのか。だから今からやっても無駄なんだ。だからやらないと。まあ、いう方いるんですけども、これは丸暗記でもし勉強するっていうのであれば、そうだと思います。そうだと思います。ただですね、実際、卓研試験で頭に入れなきゃいけない内容ってすごく多いんですよ。頭の中に箱が2つあって、短期記憶という箱と長期記憶っていう箱があるんですね。で、短期記憶っていうのは、この短時間こう頭に入れておくための箱なんですよ。で、長期記憶っていうのは、長い期間、頭の中に定着させておく、置いておく、箱なんですね。で、丸暗記学習っていうのは、この短期記憶のこの箱に入れていくイメージなんですね。で、こっちのことしか考えていないのであれば、これおっしゃる通りそうなんですよ。今覚えても、試験日まで覚えられていないんですよ。それできないんですね。短期間しか頭の中に留めておくことができない箱だからなんです。で、これは丸暗記学習をやればそうなります。でも、この箱っていうのはちっちゃいから、卓研に合格するために必要な知識っていうものを全部ここに入れることはできないんですよね。溢れていくわけですよ。どんどん溢れていく。だから、結局、例えば試験3ヶ月とか試験半年前から思いっきりバーッと追い込んで勉強する方いますよね。で、その方々の多くっていうのはどんどん丸暗記でやっちゃうわけですよ。だから、この箱いっぱいにはなるけども、そこから溢れた部分についてはどんどん忘れていくわけなんです。だから、ある程度まで覚えられるけども、そこを達すると、覚えても昔のことをどんどん忘れる。覚えて忘れて、覚えて忘れての繰り返しになって、結局このちっちゃな箱の中身しか頭に入っていない。それだけでは卓研試験の合格点まではいけない。
大体ほんとね、合格点マイナス1点とか2点ぐらいまでしかなかなかいけないんですよ。で、この合格点っていうのはすごく大きな壁なんですね。これを超えるってなかなか難しいんですね。だから多くの方が勉強しても合格点マイナス1点、2点とかで、落ち続ける。1回だけじゃなくて、2回も3回も落ちてしまうってことがあるんですよね。だから、1回でも落ちちゃったっていうのがあれば、この丸暗記の学習ではなくて、ちゃんと理解をしながらね、学習するっていう、いわゆる長期記憶の箱の中にどん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 入れるってことを行っていく。つまり、勉強のやり方を丸暗記学習から理解学習に変えていくってことがすごく必要なんだっていうことをまず一つ目気づいてほしいんですね。で、さらにはそのためにはその試験半年前とか試験3ヶ月前とかそういった時期からやっていたらやっぱ遅いんですよ。もっと早くからやっておかなきゃいけないっていう話なんですね。たくさんちゃんと理解するためにもね、時間かかるんですよ。正直なところ言うと。で、この部分については2日目の話になりますので、ここで、詳しく解説させていただきます。まあ、とりあえず、ここでお伝えしたいのは、今覚えても試験まで覚えられていないっていうのは短期記憶の話、つまり丸暗記学習の話であって、それでは合格できないんだよ。だからもっと早くから勉強を始めなきゃいけないんだ、ということを、まず頭に入れておいてください。で、続いて二つ目ですね。二つ目。一日に必要な勉強量を計算していない。まあ、これが、一番の根拠になってくると思います。いわゆる早い段階から勉強しておかないと間に合わないんだっていう根拠になってくると思います。で、1日あたりじゃあどれだけ勉強しなきゃいけないのかっていう計算をしていくにあたって、今が1月1日だと仮定して、まあ、試験日がだいたい10月の、中旬ですよね、毎年。で、だいたい8月ぐらいからは模試を始めるんですよ。8月、9月、10月ぐらいですかね。このあたりってもうだいたい模試をやっぱ始めていく時期になりますので、できれば7月の末までにある程度実力を上げておきたいわけです。で、総仕上げで予想模試という流れですね。まあ、これがやっぱり、まあ、ベストな流れだと思います。となってきたときに、まあ、7月末までとなってくると、まあ、1月から7月末までだと、まあ、大体ですね、210日なんですね。まあ、7ヶ月かける30日っていうことで210です。ちょっと後々計算しやすいように200で、後で計算しますね。200日でちょっと計算をするんですけども、まあ、200、細かいこと言ったら210日ぐらいかな、あるんだよと。で、この7ヶ月間でどれくらい勉強しなきゃいけないのかっていうと、だいたい過去問10年分ぐらいはちゃんと理解しておいてほしいんですよね。で、じゃあ過去問10年分を理解するために何回復習しなきゃいけないのかっていうところを考えてほしいんですよ。だいたいこれまでの、弊社の個別指導の受講者さんを見てると、だいたいやっぱり3回ぐらい復習してほしいんですよね。で、記憶力が悪い方になってくると、もう解けない問題については、もう5回とか7回とか復習するんですよ。まあ、正直私自身、ちょっと記憶力が他の人よりも、低いと思ってます。で、実際個別指導の受講者さんの方が、記憶力で言うといいです。なので、私自身は、その、理解すべき内容を頭に入れなきゃいけないので、その部分っていうものを本当に5回とか7回とか、復習はしてました。ただ、最低ね、必要な部分で言うと、まあ、3回だろうと。ただ、3回でちょっと今回は、仮定してですね、計算をしていきます。で、まあ、10年分っていうものは500問ありますよね。大問500問です。1年分って50問あるじゃないですか。なので、10年分だと500問ですね。で、1問あたり4選択肢ありますよね。4選択肢あるということは、もうこれかける4をすると2000選択肢あるわけですよ。で、これを3回繰り返すってことなので、まあ、単純に計算すると6000選択肢あるわけですね。で、この6000選択肢を7月末までに終わらしたい。なので、まあ、210ではあるんですけども、ちょっとキリがいいように200ではありました。そうすると、1日あたり30選択肢勉強すれば、あ、できるんだなってことがわかるわけですよ。でも30選択肢っていうのは、まあ、大問1問4選択肢でここでお伝えしましたよね。なので、大問で言うと、7問から8問ぐらい。これを毎日コンスタントに勉強しなければいけないという話なんです。1月1日から勉強を始めて、大問7問やんなきゃいけないってことですよ。30選択肢やんなきゃいけない。これね、正直それなりに勉強量多いです。でも計算したらやっぱりそれぐらいって必要になってくるんですよね。そうすると、じゃあ試験半年前から始める人って、じゃあどれくらい勉強しなきゃいけないのかっていうと、もうそれ以上に勉強しなきゃいけないわけですよ。で、そうするともっと時間かかるわけです。で、さらにもう一つ言います。丸暗記学習だったら1日30問
30選択肢って意外とできるんですよ。つまり、まあ、問題読んで、まあ、解説読んで、まあ、わかんなくても、まあ、とりあえずちょっと解説覚えるか、みたいな感じで進めていくっていうのであれば、これ全然いけるんですね。でも、明日お話しする話の内容につながってくるんですけれども、理解をしながら学習しなきゃいけないってなってくると、理解すべき内容を調べなければいけないっていう時間かかってくるんですよ。これをやるとなると、この30選択肢をちゃんと理解するにしても、それなりに時間かかります。それなりに時間かかります。となってきたら、いつから本気で勉強するのかっていうと、もう今なんですよね。この動画を見た今からやるっていうのが正しい答えになってくるんですよ。もちろん1月1日見れなかった。これを見るのがもしかしたら、2月なのかもしれない。3月なのかもしれない。だとしたとしても、その時からすぐに始めないと間に合わなくなっちゃうってことなんですよね。もう過ぎた時間っていうのは取り戻せないわけですよ。変えることできないですよね。1ヶ月前勉強できなかったから、1ヶ月前何もしなかった時間っていうものをじゃあ勉強時間に変えようと思っても、これ変えれないわけですよ。変えることができるのは、これからの時間なんですよね。だからもう過ぎた時間っていうものはもう気にせず、じゃあこれからの時間何をしなきゃいけないのかっていうのを考えてほしいんですね。今から勉強を始めたとしても、全然余裕だっていう話ではないんですよ。正直そんなに余裕はないんですよね。それを頭の片隅に入れながら、明日の動画、ぜひご覧いただければと思います。で、明日は、じゃあ実際に勉強を始めていく上で、じゃあどうやって勉強を進めていくのかっていうところをちょっと具体例を出しながらですね、お伝えできればと思ってますので、明日もですね、引き続きご覧いただければと思います。レトスの小野でした。